今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日、ひな祭り祝会があったんですけども、私は初めてその祝会の担当というものをやらせていただいて、すごい緊張していたんですね。で、自分が司会となって進めることがどうしよう、ちゃんと言えるかなとか、言葉とか大丈夫かって心配していたんですけども、そのやっているうちに、なんか子どもたち そのみんなの元気な声を聞こえてきてくれたこと、聞こえたことで、なんかだんだんすごい楽しくなって一緒に参加することができました。またフェイプスアートを行ったんですけども、フェイプスアートを見てると、やっぱりその子どもたちがすごい楽しそうにニコニコしたり、なんでとか言ってるのを見てて、なんかその出し物にもなんかすごい楽しんでいる様子を見ることができたので、すごい参加できて嬉しかったなと思いました。またお部屋で遊んで、双葉組さんのお部屋で遊んでいた時に、最近踊るのが大好きなんですね。で、マラカスや鈴を持って踊ることが大好きで、よく踊ってるんですけども、先生もう一回もう一回って言って、何度も何度も同じ曲を流したり、アンパンマンアンパンマンとかミッキーとか言って、その踊りたい曲をそのどんどん出してくれたりして、どんどん言葉がすごい乗ってきて、行動にも出してくれてるのが、すごい成長していることが見れて、すごい楽しくなっております。これで私のハッピーポイントを終わりいたします。ありがとうございました。